エイブラハム・ウェーブ・アロノビッツは、ユダヤ系アメリカ人の弁護士、27代目、マイアミ市長。1899年に、ニューヨーク州ニューヨークに誕生した。ルーマニアからの移民であるデイビット及びケイト、アロノビッツ夫妻の息子で、6人兄弟の一人であった。フロリダ州キーウェストで育ち、パームビーチルエックスコミュニティ、ハイスクールに次いで、ステッソン大学を卒業した。 1976年から1988年までフロリダ州南部地区連邦地方裁判所判事を務めたシドニー・アロノビッツは老いである。1920年代にジャクソンビル市議会議員に立候補したが落選した。その後マイアミに移り、1926年に州権時に任命された。1927年にマイアミ市議会議員に立候補したが落選した。 1930年代にマイアミ市の弁護士を務めていた。1953年にマイアミ市長に選出され、1955年まで務めた後、1958年に健康上の問題のために辞任するまで補助裁判官を務めた。フル編集オ・バティスタの独裁が終了した1959年1月1日には、キューバのハバナにあるハバナヒルトンホテルに家族と共に、 滞在していた。ありがとうございます。